開いた。よかった。ありがとな。あれ、お前ハガードの特使だよな。鉱山で見かけたことがある。あなたたちはどうしてここに？いやさ、ギルスさんからここで鉱山病の予防と治療とやらを受けろって言われてさ、そしたらついてすぐに監禁されたってわけ。ここの奴らはどう見ても治療してるようには思えない。しかも連れてかれた仲間が一人も戻ってこないんだ。怪しすぎるだろ。多分俺たちを実験台にするつもりだ。今二人で逃げる相談をしてたんだ。ギルスさんに怒られても鉱山に帰れるならそれでいい。ギルスはすでに駆逐されました。あなたたちは安全に戻れます。え、ギルスさんが追い出された？おい、もういいから早く行こうぜ。Thank you.
じゃないか。シャーリーを返してくれるって。約束は守る。ただ俺はもう金輪際お前に従ったりしない。やれやれ、失望したわい。シャーリーが、シャーリーが奴らに連れ去られた。大丈夫？しっかりして。奴らにまんまと騙された。あの野郎、あいつが。話は後で聞くわ。急いでお医者さんに見てもらわないと。雪原、奴らは雪原にいる。カルロスさん、ジークをどうかお願い。ああ、お安い御用だ。お前はシェルターの大事な客なんだから気にするな。一度医者に診てもらったが、ジークはまだ意識が戻らん。医者は外的ショックが原因だと言っとった。命には別状ないそうだ。大丈夫、ちょっとした外傷だ。何日か休みは治るさ。面倒はマリーに見させる。あ、そういや、アイダの子に襲撃されてから薬が不足気味なんだ。悪いが、薬の材料を集めてくれんか。どんな材料がいるの？氷河の電球なりだ。線に血液を固める成分が含まれてる。ああ、あとクリスタルベリーも頼む。氷河の電球なぎはこの辺の海でよく見る。キャンプの北だ。見てこいよ。ご苦労さん。次はクリスタルベリーだ。凍った絶壁のそばでよく見かける。位置はお前のマップに同期しておいた。
世話かけたな。これだけあれば薬用成分がかなり抽出できる。そうそう、ジークの意識が戻った。お前に用があるそうだ。すまない、愚かな真似をしたのは分かっている。彼らにもきちんと謝るつもりだ。だがその前に今日は大事な話があって来たの。アイダの子にタイムエンジンを奪われた。奴らタイムリバースを引き起こすつもりよ。それは知っている。俺はサーガに騙されたんだ。奴らはオベリスクを破壊して俺たちからオムニアムを奪いたいのだとばかり思っていた。なのに。ミヤに教えてください。一体何が起きたのですか？俺の父は昔奴らの仲間だった。俺がまだ子供の頃、父はハガードに殺された。それはもう知ってる。パウルがシェルターでアイダの子の映像資料を見つけたの。俺は奴ら全員を憎んだ。ハガードは父を死に追いやり、アイダの子は父を破滅させた。だから俺はシャーリーを連れてアストラ島に逃げた。何もかも捨てて静かな暮らしを送りたかった。だがアイダの子がシャーリーを治せると言ってきた。それが妹を救う唯一の希望だった。でもシャーリーは今生きてるって言えるの？分かってるさ。でもシャーリーのあんな姿を見ていたらとても断る気になれなかった。奴らはなぜシャーリーを連れ去ったのですか？奴らがシャーリーは特殊な体質の持ち主だと話しているのを偶然耳にした。サーガは妹を入れ物にするつもりのようだ。奴はシャーリーを思うがままに操れる機械にしたかったんだ。自分の野心に身を捧げる操り人形が欲しかったのさ。奴らが何を企んでいるかはわからない。だがシャーリーがサーガの計画の一部であることは確かだ。だから妹を連れて逃げようとしたのに。シャーリーはどこに連れて行かれたの？アイダの子はこの辺りに秘密のアジトをいくつも持っている。そのいずれかだろう。妹の体に GPS をつけておいた。電波の発信源を特定できればシャーリーの居場所がわかる。氷山の頂上に行ってみよう。高いところなら GPS の電波も受信しやすい。あなたはひとまず治療に専念すること。調査の件は私に任せて。でも。また出かけるんだろう。マリーにお前を乗せるドローンを用意させた。今回は地雷に足止めされる心配はない。ありがとう、ジークのこと。どうかよろしく。任せとけって。ちゃんと面倒は見るからよ。どうも。カルロスさんから事情は聞いてる。乗り物が必要なんでしょ？ほらこれ、アイダの子が置いていったドローンだよ。もう修理は済ませてある。上空ではくれぐれも注意して、落ちても自己責任ってことでよろしく。行くぞ。
信号を受信しやすいかも。信号反応を検知したわ。こっちみたいね。マリ、やっと見つけた。マリ、どうしてここに？あなたのお友達、私が薬を取りに出た隙にこっそり逃げ出したの。え？どこに行ったかわかる？私も今探してるとこ。せっかくカルロスさんからお世話を任されたのに、どうしよう。もう、あの人一体何なの？親切心で面倒見てあげたのに、恩をあだで返すなんてひどい。ジークは一人でシャーリーを探しに行ったのでしょう。マリー、ごめん。ジークの件は私に任せて。絶対連れ戻して君に謝らせるから。うん、謝ってなんか欲しくない。あなたの友達だから面倒見てあげたのに。ああいう人私大っ嫌い。怪我してるからそう遠くには行ってないはず。私は足跡を追ってここまで来たの。ほら早くこの辺を探してみて。ジークの体が、早く見つけ出さないと。信号の波形が強くなったわ。この方向に。信号源が近いわ。この先ね。この先から争う声が。
だの子、きっとジークだわ。まだ怪我も治ってないのに、むやみに動いちゃダメよ。すまない。じっとしていられなかった。奴らに改造されたら、妹は。電波の発信源はすぐ近くよ。シャーリーはここからそう遠くない場所にいるはず。この先にアイダの子の実験室がある。シャーリーはおそらくそこに閉じ込められている。よし、突撃しよう。エネルギー放射線を避けるんだ。
アイダの子の援軍が続々と押し寄せている。ひとまずここを離れよう。シャーリー、大丈夫か？私、夢を見てたみたい。夢でいろんなものを見た。でも、記憶がだんだん曖昧になって、ホール、広いホールが見えた。その真ん中に、機械が置いてあった。それから、知らない人の声がした。たくさんの人の声。私が機械に近づくと、その声が頭の中に響いた。その人たち、私に、ダメ、もう思い出せない。シャーリーの言っているその機械が、愛で、アイダの子が強奪したタイムエンジンの可能性が非常にた、高いです。わからない。奴らがタイムエンジンをまだ起動していないことを願うまでだ。時間がない。あれこれ考えるより先に手分けして行動しよう。この辺りにアイダの子の重要なアジトが2カ所ある。本部のエンリル要塞と奴らの武器庫だ。俺はシャーリーと一緒にエンリル要塞を調べる。そこにサーガが隠れている可能性が高い。武器庫の方はお前に任せる。サーガがタイムリバースを起こす前にタイムエンジンを破壊すれば、失敗すればもう後はない。サーが本人を探すの？最も困難で最も危険な挑戦になるだろう。要塞の警備は鉄壁だ。しかもサーガの身辺はラファミームたちが固めている。ハガードに応援を頼みましょう。ハガードか、その辺はお前に任せる。武器庫の位置情報は同期しておく。くれぐれも用心しろ。聞いてる。